フローラン・シュミット1958年8月17日、ヌイー・シュルセーヌはフランスの作曲家、ドイツ系フランス人の家庭に生まれる。1889年にパリ音楽院に入学、マスネ・ヤフォーレに学んでいる。1900年にはローマ大賞を受賞する。ピアニストとしても活躍しており、代表作、競争交響曲の ピアノパートの演奏は作曲者自らが担当した。ただし、ピアノ作品の割合は多くなく、規模の大きい作品で進化を問う姿勢は、オルガンとオーケストラと合唱とソプラノ読唱のための、詩編第47番ソムザルビーの頃から、変わらなかった。完成度が高く卓越した、還元楽法は、メシアン、コンスタン、デュティーなどに影響を与えている。また、 リズム方法化でイーゴリ・ストラビンスキーに影響を与えたことが確実視されている。なお、同時代のオーストリアの作曲家、フランツ・シュミットとの区別の必要から、両者ともに使命を省略せずに金書きすることが通例である。これは、名前のイニシャルと性だけでは、両者の区別がつかないことによる。1990年代に入ると、マルコ・ポーロ、 ナクソス、だから CD 録音による復興が進み、近年ではピアノ曲全集がグランドピアノから発売されるなど、急速に再評価が進んでいる。ありがとうございます。